突然ですがね、こちらは潰れたボーリング場を取材した時の写真です、仕事で移動中にたまたま遭遇したのですが、アキラの世界などの廃墟フェチの方には垂涎のスポットかと思われますが、Mac の iMovie で編集していましたところ、なかなかね興味深い機能を見つけまして、それはですね、この映像に日付というアイコンをかぶせますと、なんとねその時撮った日付と時間まで正確に貼り付けることができることが分かりました。素材に刻まれているメモリーを炙り出す機能でしてね、この数字は変更できないんですね。ではフリージャーナリストのナンシーさん、これを踏まえて今回の番組進行をお願いします。ここが逆にキャンセル太郎の職場。パソコン音痴のくせにモニター2台持ちかよ。でもそのせいで机の面積少なくなってないか？ん？あれ？何やってんの？仕事中に。え？今度は何測ってんの？え？机が狭いから？今からサブモニターを宙に浮かす？今からって何？ちょっと待てよ。仕事はどうした？え？快適な環境作りも仕事のうち？あ、キャンセル。そんな高級な板で作ったら、目立ってね、会社の人に声かけられちゃうわ。いや、それはマジやめとけって。車に積んであった余り物で、適当に作りました感を出していこう。そうそう、こういうね、アサイのバラ売りコーナーのがいいわ。鼻を浮かせる足もね、仕事の配管で使うやつを利用して周りの景色に溶け込ませるのよ。そうか。じゃあね、昼休みを利用して花の制作よ。Thank you.
やっつけ感が出ていていい感じで、じゃあね、これを車に積んでおいてね、会社に戻って、おとなしく事務処理なさい。1時過ぎるともう誰もいなくなるのね。じゃあ、セッティングしたら、最後の撮影よ。というわけで、逆にキャンセル太郎の机は、誰にも気づかれることなく、